アムウェイは家庭日用品などを主に連鎖販売取引で販売する企業である。世界100以上の国と地域で販売をしている。アムウェイ本社1949年、リッチデボスと J. バン・アンデルはダイレクトセーリングで栄養補助食品を販売するニュートリライトプロダクツ社の販売代理店として契約する。新しい販売業者を紹介するとその売上の一部を 還元する仕組みなどを考案し、5000人を超える販売組織を構築した。1959年、アメリカンウェイ・アソシエーションとしてアムウェイを設立。現在も出身地であるミシガン州グランドラピンツ東港のエーダに本社を置いている。なおアムウェイは創業のきっかけとなったニュートリライトプロダクツ社を1972年に買収している。リッチ・デボスは、 成功を望むすべての人々にその機会を提供したいという理念を持って会社を設立したと語っている。1972年から使用している Shop With Outgoing Shopping は1975年に商標出願したが2019年現在は失効している。全米商工会議所は日本や欧州の商工会議所とは異なり民間の団体である。 米国最大のロビースト組織でもある。アムウェイ創業者のジェイ・バン・アンデルは1979年に会頭を務めた。アムウェイ会長のスティーブ・バン・アンデルは2001年と2013年に会頭を務めた。親子2代で会頭職を務めたのは初だった。創業者、リッチ・デ・ボスは共和党の財務委員長を務めた。 リッチ・デボスの息子であり元社長のディック・デボスは2006年にミシガン州知事選挙に共和党代表として立候補したが民主党現職候補に敗れた。ディック・デボスの妻、ベッチ・デボスは2017年から2021年1月まで11代目アメリカ合衆国教育長官を務めた。日本アムウェイ本社日本アムウェイは1977年に設立され、 1979年より営業を開始した。東京都渋谷区に本社を置く。日本国内では、サプリメントブランド、ニュートラリット、化粧品、ブランド、アーティストリーを主軸に、その他日用品、浄水器、空気清浄機等の自社ブランド製品を販売している。1990年代半ば頃、日本でブームになり、 1996年には売上高が2121 21億9500万円となるが、1997年、国民生活センターの理事長が衆議院の委員会にて、日本アムウェイ社に関する苦情、相談件数が4年連続で1000件を超えていること、社名公表を含めて検討していることを発言。これを機に、各メディアがアムウェイ商法の問題点を指摘するなど、 社会問題化したことで売上を大きく落とし、会員数も減少に転じる。2000年には売上高1,197億円とピーク時の半分程度に急落する。上場も廃止し、株式も非公開とする。その後は、顕著に推移し、2018年12月期の売上比率としては、栄養補給食品が全体の 約47.9%を占める中心になり、ついで化粧品を含むパーソナルケアが24.7%、ハウスウェアが20.9%を占めている。アムウェイに登録を行った個人事業主による販売が主な形態である。アムウェイプラザと呼ばれる直営店やアムウェイショッピングメンバーとして通販での直接販売も行っている。個人事業主は 年会費を支払ってディストリビューターになることでアムウェイが扱う日用品、化粧品、サプリメントなどをアムウェイから直接仕入れ価格で購入できそれを身近な人に紹介して小売りすることで利益を得る。またディストリビューターはスポンサー活動として身近な人もディストリビューターになるように勧誘する活動も行う。日本アムウェイは ディストリビューター自身の購入金額や勧誘した人の購入金額に応じてボーナスを出しているため、スポンサー活動やその後の購買活動はたびたび強引な手段になり、社会問題として挙げられることもある。日本アムウェイはスポンサー活動資格認定制度を設け、オンラインセミナーを受講して試験に合格しなければ勧誘活動ができないようにするなど、各個人事業主が コンプライアンス違反しないように取り組んでいる。2020年現在、日本アムウェイは自社のビジネスモデルは日本の法律上の連鎖販売取引に分類されることを自称している。米国のアムウェイも自社をマルチレベルマーケティングと自称している。マルチ商法という言葉は俗称のため法律で定義されていないが日本での判例では マルチ商法とは連鎖販売取引を意味することが広く社会的に承認されているとの判断がされていることや多くの英和辞典ではマルチレベルマーケティングにマルチ商法という日本語訳を当てていることからアムウェイのビジネスモデルはマルチ商法であると考えることもできる一方でアムウェイはマルチ商法という故障には 連鎖販売取引の中でも違法なビジネスや悪質商法である意味が込められている場合が多いとして、その場合はアムウェイは含まれないとコメントしている。ただし、これらは2020年現在の法律によるものである。2000年に特定商取引法が改正される以前は、連鎖販売取引の定義が現在とは異なり、アムウェイのようなビジネスモデルは対象に含まれていなかった。 そのため当時はアムウェイのビジネスモデルを連鎖販売取引やマルチ商法と呼ぶことは明確に誤りだった。経済雑誌実業界裁判日本アムウェイは経済雑誌実業界がアムウェイの商法をマルチ商法と記述したことが名誉毀損に当たるとして訴訟を起こした。百九十七年二月十八日アムウェイのビジネスモデルは上記の通り当時の法律では 連鎖販売取引に該当しないため名誉毀損に当たると判断され、日本アムウェイに勝訴判決が言い渡された。山岡俊介裁判日本アムウェイは、アップル出版社と著者の山岡俊介が書籍内で、アムウェイのビジネスをマルチ商法、マルチマガイ商法と記述したことが名誉毀損に当たるとして訴訟を起こした。1999年1月29日、棄却され敗訴した。 そもそもこの書籍内でマルチ商法であると記述した部分は存在せず、マルチマガイ商法としか書いていなかった。アムウェイの商法が連鎖販売取引に該当しないこと、マルチマガイ商法でもないということは判決でも認定されたが、実際に取材したディストリビューターと消費者の取引形態から著者がマルチマガイ商法であると信じるだけの理由があったとして、 名誉毀損は認められなかった。インド法人では2013年に CEO と管理職2名が詐欺及び不誠実な製品の勧誘配達の容疑で逮捕された。約2ヶ月後、保釈された。ありがとうございます。